新宿フェイスは東京都新宿区歌舞伎町のヒューマックスパビリオン、新宿歌舞伎町7階に所在するイベントホールである。新宿フェイスとも表記される。1994年にオープンしたライブハウスリクイドルームがエビスへの移転に伴い2004年1月に閉鎖。跡地は格闘技ファンとして知られ、元アマチュアボクシング選手でもある。 第55から57大経済企画庁長,長官、堺谷大地の提案により格闘技会場に改装され、2005年7月29日に新宿フェイスとしてリニューアルオープンした。600人収容。コケラ落としは女子格闘技の W フェイス。リキッドルーム時代から JWP 女子プロレスなどが興行を打っていたが、リニューアルオープン後は、 コンサートの他にもプロレースボクシング、格闘技も模様され、特に区内に事務所を置く OZ アカデミーは上打ち会場として使用している。キャパシティ上、中堅クラスの工業が多いが全日本プロレス、プロレスリングノアなど大手団体も使用することがある。また、ディファ、アリアケや新規バファーストリングと共に新団体の旗揚げ工業に使用されることも多い。また、 演劇並びに撮影会場としての会場貸し出しも行っている。2013年まで同じフロアにはキックボクシングイベントクラッシュを主催する株式会社グッドルーザーの事務所も入居していた。ライブハウスと同様のワンドリンク制となっており、会場への入場の際に一人につき500円のドリンク代が徴収され、ドリンク引き換券が渡される。ドリンク引き換券は、 会場内のカウンターにてドリンク一杯と交換することができる。なお、イベントによってはこのドリンク代がチケット代に含まれている場合もあり、その場合は入場時にドリンク代の徴収は行われない。ありがとうございます。